はいどうも皆さんこんにちは、ゆうごゲームズと申します。今日の動画はスイッチでもできる壁ジャンプ講座となっています。今日の動画、この動画見てくれとう人はまあスイッチじゃない子もいるだろうけど、ほとんどの子が多分スイッチの子だと思うよね。でもいろんな実況者の人が壁ジャンプ、壁キックの講座出しとうと思っちゃうけど、まあ全部やっぱ PS4、PC なんよね。スイッチの人って全くおらんのよ。やけそんな迷える子羊ちゃんたちを僕は救うべく、スイッチでもできるね、壁ジャンプの講座を解説していきたいと思います。あれ別にスイッチでもできますからね。 PS4、PC だからって諦めてないですか？できるので、今回は動画を最後まで見ていって、しっかり壁ジャンプを、壁キックを習得して帰っていってください。で、今後も僕スイッチ版の人向けに、主に向けた解説動画どんどん出していくので、まあ、PS4、PC の方も参考になると思うので、よかったらまだチャンネル登録を済みでない方はチャンネル登録と高評価忘れずによろしくお願いします。そして今日の動画の内容を大雑把に説明すると、まあ、まず壁ジャンプの説明をします。そして壁ジャンプのやり方、練習方法でマスターしてもらいます。この動画絶対最後まで見た方がいいので、よかったら最後まで見ていってください。では早速解説していきましょう。この動画見ている人で、まず壁ジャンプって何ぞやって人も多分おると思っちゃう。ちょっとその人向けに壁ジャンプ、壁キックとは説明していきたいと思います。まず壁に向かって走って、こうやってわかるかな、壁キックしてるんですよ。これこういう技となってます。こういうアクロバティックな技ですね。これ一見簡単そうに見えて結構難しいんですよ。特にスイッチ版は難しいです、はっきり言って難しいんですけど、使えるとかなり映えたり、時には敵を翻弄させたりなどといったね、やっぱ上級者なら使えた方がいいよっていう技なので、 Apex 上手くなりたい人は覚えて帰ってください。じゃあまずね、この壁ジャンプの原理、やり方ですね、を説明していこうかな。ちょっと大雑把に説明しますね。まず壁に向かって走る、スライディング、ジャンプでできます。って言ってもわかんねえよって感じですよね。走る、スライディング、ジャンプ、走る、スライディング、ジャンプ、これで壁ジャンプができます、壁キックが。でもいきなりそんなん言われても無理よって多分思っとると思うよ、みんな。やけ一個ずつ練習していこうか。まず壁に向かってスライディングジャンプしてください。スライディングジャンプすると、こうやって壁に一瞬ひっつくじゃないですか。 Apex はこうやって一瞬、これが大事で、めちゃめちゃこれひっついてください。ひっつき虫しちゃってください。どんどんスライディングジャンプでまず壁にひっついてください。これが一番重要です、壁ジャンプで。このひっついた時にジャンプボタンを押すと、こうやって壁を蹴って進行方向とは反対に進んでくれます。こういう感じで、はい、これ意外とちょっと遅くても大丈夫だったりするんですよ。タイミングちょっと難しいんですけど、この正面がまずできないとお話にならないですね。壁ジャンプできないです。これをまず習得してください。壁に向かってスライディングジャンプして、もう一回ジャンプ、これがもうほぼ100発100中 90% とか 95% 99% とかでできるようにしてください。もう絶対ミスんないぜぐらいまでできるようになってください。まずこれが1つ目です、1ステップ目。はい、そして2ステップ目なんですけど、壁ジャンプのちょっと知識を説明すると、入射角と反射角なんですよね。この角度で壁に、例えばじゃあここにぶつかりますと、ここにねってなったら、こう入ったら、まあこんぐらいの全く同じ角度で大体抜けるんですよ。ってことはですよ、例えば壁に水平、ほぼ水平で入った方が距離が伸びるってことになるんですよ。ぐっと前に進むんで、その無駄な力が加わらないじゃないですか。こっちの壁じゃない方に加わる力がなくなるので、できるだけ水平の方がいいんですけど、まあ、難しいので最初は45度で練習してください。まあこんぐらいかな。これで。そしてさっきと一緒の感じでやると一つ壁にぶつかります。壁ジャンプだけにとか言って全然滑ってるんですけど、こうやると、あれ？
壁ジャンプできないって、こう壁にはっつかないよってなると思うんですよ。ここが肝で、壁にさっきはっついた方がいいって言ったですよね。こうやってくっついた方がいいよって、しがみついた方がいいよって言ったと思うんですけど、これがやっぱ壁ジャンプの原理なので、ちゃんとはっつくようにこう斜めに入るんですけど、つく瞬間にこっち向いてください。ここ壁を、壁と平行にこっち向いて、壁と平行になってください。いきますよ、一旦お手本見せます。はい、こうすると飛べます。さっきと一緒なんですけど、角度とかも一回壁を向くことによって飛べます。そしてこれを覚えてください。こんな感じですね。これが2ステップ目ですね。これが次できるようになってください。壁に向かって入って、ちょっと視点移動が加わるので難しいかなとは思うんですけど、ここまでできるようにしてください。はい、そして3ステップ目、僕の最初の壁ジャンプ見たら分かると思うんですけど、スライディングジャンプ、壁向く、飛んで進行方向向いてるんですよ。こうやって分かります？2ステップ目ありますね。2ステップ目はこういう感じ、壁を見てるんですよ、ずっと。なんですけど、これからさらに難しくすると、壁向いてこっち向く、行く方向向くと飛距離が伸びます。というかこれが正式なやり方ですね。こっちを向く、これが正式な壁ジャンのやり方なんですけど、これが難しいと。3ステップ目、2ステップ目まで来たらあとはこれだけです。進行方向を向く。もう一回まとめて説明しますね。壁に向かって走る、スライディングジャンプ、壁向く、ジャンプ、あっち向くわかるかな、ゆっくり説明しよう。走る、スライディング、ジャンプで壁向く、で壁に一瞬はっつく、でジャンプボタンを押したと同時に視点移動でピューンって。今の聞いて一回もう一回見てくださいね。スライディングジャンプ、壁向く、ジャンプで視点移動、全部できてると思うんですよ。これで壁ジャンプ、通常の壁キックのやり方です。これがちょっとこれだけ聞くと難しいんですけど、慣れたら簡単なので慣れましょう。もうひたすらここの壁でやりましょう。この壁、この壁で練習するとやりやすいと思います。ひたすらやりましょう、もうこれを慣れるまで。後ろ向きでもいいし、で視点もちゃんと移動できるように、ほぼ100発100中でできるようになってくると思います。はい、ということでスイッチでもできる壁キック講座でした。いやー、この動画かなり詳しく説明したので、できない方は何回でも何十回でも見てマスターしてほしいですね。かなり詳しく説明したので、だしスイッチじゃできないよって思ってた方たくさんいると思うんですけど、僕これスイッチでやってるので、できることは証明されているので、頑張ってください。絶対にできます、諦めなければ。ということで、今後も Apex のやっぱ講座系どんどん出していきたいなと思っているので、まあ、参考になったなって方はよかったらね、チャンネル登録高評価忘れずによろしくお願いします。今後もどんどん出していくのでチェックしといてください。最後まで長かったと思いますが、見てくださりありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。